皆さんこんにちは、2018年終わりますね。青い部長です。2018年皆さんはお過ごしされたでしょうか。まあ私はね、2018年は結構いろいろありすぎ、いろいろ濃かった1年でした。でもいいところは結構少なかったです。なぜ2018年が結構濃かったっていうと、3月2日に、とある施設に入って、今月の16日に、出たんですけど、とある施設に入ったら、結構いろいろ嫌なことがあるし、結構いろいろとマイナス思考を考えてばかりで、もうなんか財布の中見たら1200円なくなったこともあって、もう結構いろいろ悩み事が多すぎましたね。特に人間関係があんまりうまくいかなかったのかなっては思いますね。自分がそこが濃かった部分です。いいところといったら、妹と喧嘩しなくなったことや、ロードバイクで去年よりは結構遠いところに行きましたし、もう今年はもう神奈川と千葉と埼玉に行きましたからね。その3県、東京都も結構島に行けましたし、一番遠いところに行ったのが神奈川県の小田原市まで、ロードバイクで行きました。もう片道だけでも5時間45分ぐらいかかりましたし、もう帰りはね、坂登るときはもう特に膝が痛くて、もう引っ張って、もう坂を下るときはもう自転車乗ってもスピードをつけてたんですよ。いやー結構痛かったです。小田原まで行って、そこでホビーオフでレアモンダプラレールを変えたのは、安く変えたのはすごい嬉しかったですし、やはり埼玉は大宮まで行ったりもしましたし、千葉県は幕張とか千葉市とかも通ったりしましたね。そこは自分が頑張れたところかなというふうに思いますし、あと大会も個人大会ですが、最初に出たのが小松菜マラソンで、初の大会ですけど、21キロ出場して1時間28分31秒の2位で、すごい嬉しい成績でしたね。でその次に 10月の江戸川マラソン、中学校以来の5年ぶりの出場でしたが、初10キロの大会でした。37分14秒で完走することができました。そこが 大きな点かなとは思いますね。そして、最後の大会は、江東シーサイドマラソンで、平成最後の大会で、去年は完走できずに終わってしまいました。今年は完走することができて、記録は小松菜マラソンよりも、4分早くなり1時間24分31秒で走り切ることができました。57位でしたけど、自分的には4分早くなったのかなというのはすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。そうですね、2019年まであとちょっとですが、2019年も出場大会は距離を伸ばして、30キロと東京マラソン以外のフルマラソンの大会もありますし、東京マラソン以外でも出るっていうことですね。19歳以上から、東京マラソン、抽選したんですけど、残念ながら外れてしまいました。悔しい。頑張れたところは本当に辛抱強かったかなとは思いますね。兄弟喧嘩もなくなったし、いろいろと頑張れた部分はすごいプラスになりました。はい、てな感じ。今日12月31日に、せっかくのあるんで、ロードバイクで新宿まで行ったんですけど、ヨドバシカメラに、この iPhone の、ケースなんですけども、1年9ヶ月も結構使いました。すんげえボロボロですね。
構プラスチックの部分割れてますからね、もうどっかしら落としちゃいました。こんな感じで、まあ、せっかくなんでこれを買っちゃいましたよ。まあ、iPhone 用のケースですね。まあ、カードが大容量で耐久性ソフトケースを買います。まあ、なんとね3320円で買えます、ね、でポイント還元もすんげー高かったです。まあ、こういう風に中身を見るとこうやって曲げるとすんごいソフト感ありますよね。で iPhone7 Plus で今はめたんですけど、なんと対応できました。これは良かったですね。まあ特にプラレールトーマスがの廃盤商品は去年よりも、まあ、安く買えたのは自分的にはいいお買い物したってできたなっては思いますし、16日からおばあちゃんと一緒に住むよねってもうすっげー楽しい気分です。本当ね2010、まああと YouTube で良かったところは、まあ今年の2月11日にチャンネル登録者数100人いって、そして2018年10月18日、まあ、プラレルエドワードとプラレルヘンリーのリニューアル版の日にもって200人いきました。いつも愛情を応援していただきありがとうございます。まあ、現在は226人で、まあ、総再生回数がまあ、19万回以上ですね。あと少しで20万回以上ですね。まあ来年はもう絶対いい年にしたいし、まあ、成人の年でもあって、2019年3月24日私は20歳になり、2019年3月20日はアイルショーのチャンネル改正2周年ですね。そしてあと2019年は、プラレールが60周年、もういろいろと記念館ありますね、はい、ってな感じ。あとまあ来年の目標はまあ明日話すんで、まあ今日はそんなところで、2018年、見てくださり、あとちょっと言い忘れたんですけど、コメントや評価も去年よりかはまあまあいいコメントが増えたのかなと思ってます。特に機関車トーマスに関するコメントが多かったです。で僕もね19歳って言いながら感謝トーマス好きは変わりませんが、明日かな2019年のアイルショーもよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではいよいよお年を、バイ。